はい、I'm GoGo Shinichi。 本日はですね、ブッシュクラフトの基礎知識というような内容で話していきたいと思うんですが、僕のですね、YouTube の動画ではですね、ブッシュクラフト、まあ、裏山ブッシュクラフトっていう形で、まあ、裏山で、ブッシュクラフト的な、キャンプを、楽しんでいるわけなんですが、これまでちょっとブッシュクラフトそのものの、話だとかをやったことなかったので、まあ、シリーズ化っていう形で、例えば、まあ、ロープワークだとか、あと、ブッシュクラフトで使う道具のですね、話なんかを、ちょっと動画分けてですね、続けざまに何本かですね、アップしていけたらと思います。それではですね、早速、ブッシュクラフトとは何かという話をしていきたいと思うんですが、ブッシュクラフトとは、まあ、調べてみたらですね、森林等の自然環境の中における生活の知恵の総称とされており、その行為や技術をそう呼ぶと書かれてるんですね。で、これ読んだだけじゃパッと分かんないんですよ。Why? っていう感じなんですよね。で、まあ、僕はまあ、ブッシュクラフトっていう言葉は YouTube で知ったんですけど、まあ、いろんな海外の動画とか見ている限り、まあ、日本、やはり英語って日本に和訳するとちょっとズレが、どうしてもなんかこう生じてくるなと思うんですけども、まあ、ざっくり、すごく簡単に言ってしまえば、まあ、自然により近いキャンプスタイルって言っていいんじゃないかなと僕は思っております。で、まあ、どういうことかと言いますと、まあ、僕もそうなんですけども、例えばですね、キャンプ始めた時はテントだったんですよね。で、テントからタープに変えただけでも、より自然に近くなるんですよね。まあ、タープなんかはですね、まあ、セルフ張りとかより、テントに近いような形とかもできるんですけども、屋根だけなので、まあ自然がすごく、近い。まあ目でも見えますし、キレ一枚でも自然と繋がってるっていうことで、すごく自然に近い、キャンプスタイルかなと思います。で、まあ、タープ。先ほどテントからタープって言ったんですけども、例えばですね、上級者の方は、まあ、そこに落ちてるですね、木だとか葉っぱを使って、シェルターっていうんですかね、テントを作ったりとかする方もいらっしゃるんですよね。で、特にその、なんて言うんだろうな、僕が見てる中で言うと、まあ、インドネシアだとか、そういったような形でブッシュクラフトでタイトルを上げてる人なんかは、もう、すさまじいんですよね。まあ、そもそもがもう、刃物、まあ、ここにも斧だとかもありますし、あるんですけども、まあ、刃物を使う、にとても慣れている。で、僕たちは、まあ、今の現代社会では、まあ、こういったものがなかなか使わなくなってきているので、まあ、そういったようなことっていうのがあります。で、まあ、自然により近いキャンプスタイルっていうのと、もう一つですね、プリミティブって言ったりもするんですけども、原始的なキャンプスタイルということももう一つあるのかなと思います。で、まあ、先ほどこの斧、ここに置いてある、この、手斧っていう、もうこれはハスクバーナの手斧なんですけども、例えばですね、まあ、昔の昔で言えば、まあ、木にですね、石をこうくくりつけて、それでハンマーのような形でこう森を開拓していって、まあ、なんかいろいろ作ったりだとか、まあ、獲物を取ったりっていうところ、まあ、原始的な昔ながらな、形っていうのがあるかなと思うんですよね。まあ、日本で言うと、まあ、縄文時代だとか、まあ、そういったような時代になるんですけども、まあ、こういったような昔からあるような道具っていうものを使うっていうのも一つあるのかなと思います。で、最近ではですね、まあ、キャンプブームっていうのもあって、まあ、Amazonでこういろんなキャンプの道具を入手することができるんですよね。で、まあ、次から次に新しいものが出るんですけども、どちらかというとブッシュクラフトキャンプっていうスタイルは、まあ、新しい道具っていうよりも昔からある道具を使うっていうような形になるんじゃないかなと思います。で、まあ、こちらにある、まあ、手斧だとか、あと、まあ、こちらに今、ククサっていうのがあるんですけれども、これは、まあ、北欧の昔からあるようなコーヒーカップになります。僕はもうこれ作られているものを買いましたけども、こういったものも、まあ、ブッシュクラフトのクラフトっていうんですかね、まあ、作ると。実際に現地で木を調達して、まあ、カットして、まあ、切るというような形になるのかなと思います。
なので、まあ今回はあのブッシュクラフトは何かっていうちょっと根本的な話になるんですけども、まあ簡単に言ってしまえばよりあの自然に近いキャンプスタイルのことを、まあブッシュクラフトという形でまあ総称しているんじゃないかなと思います。今回はですね、ブッシュクラフトとは何かという話をさせていただきました。で、より自然に近いキャンプスタイルということでですね、五感が研ぎ澄まされるような感覚を僕は受けております。で、道具を少なくすることによって、現場で木を見つけてクラフトしてみたり、まあ、地形を読む力だとかですね、まあ、いろいろなキャンプの技術や知識がですね、得られるのもこのキャンプスタイルのいいところなんじゃないかなと思いますので、皆さんもぜひ試してみてください。それでは、また。